株式会社山形銀行は、山形県山形市に本店を置く中堅の地方銀行。山形市、米沢市など、山形県の内陸部を主要地盤とする県、トップバンクで、山形県や山形市などの指定金融機関を受託している。マスコットキャラは、手塚治虫作、ジャングル大帝の主人公、レオ。前身である、両羽銀行の創業に参画した山形市北の大地主であった三浦家と紅花商人であった長谷川家による同族経営が現在まで連綿と続いており、頭取人事は基本的に両家による輪番制となっている。三菱 UFJ フィナンシャルグループが親密先であり、公実開会員業でもある。また、国際業務分野等で業務提携を締結している。77銀行との間で、商談会の共催や地元サッカーチームの支援、さらに災害時相互協力協定を締結している。また、両行 ATM の利用手数料割引や無料化が実施されている。山形信用金庫と提携主意書を締結、協調融資などに取り組んでいる。このほか、県内4信金とともに、森林整備事業にも取り組んでいる。旧本店ビル訪問活動強化のための広域型営業体制構築に着手し、2021年4月に寒河江西村山地区で初めて導入した。7月からは天童地区、西条地区、南陽、長井、西置賜地区でも移行。山形地区は10から12月をめどに再編し、年度内に県内全域での導入を目指すとしている。これにより、県内店舗網は2022年3月末までに58店舗から42店舗にとなる。2021年2月、築50年が経過し、老朽化した本店の建て替えを発表した。新本店ビルには地方創生への貢献の観点から中心市街地の賑わいに寄与する施設の設置を検討する。これに伴い、建設を始めていた旅籠町ビルが21年秋に完成後、旅籠町ビルに本部事務集中部門を移転、本部機能の一部と本店営業部を仮移転。この後、22年4月から現本店ビルの解体に入り、23年秋から同じ場所に新本店ビルを建て、25年秋の業務開始を目指す。仙台支店は、県内産業仲裁庫である1960年10月に開設された。また、多店舗展開の取り組みも最古であり、1973年12月、宮城野支店を開設。さらに1976年10月に南光台支店、1990年9月に泉崎支店が開設されている。近年は他の地銀同様に仙台県強化に取り組み、仙台支店に法人営業部を設置したほか、2008年10月1日には、市下としては18年ぶりの新店舗である、泉中央支店が設けられた。しかし、仙台県でも店舗網の見直しに着手し、2021年3月、新井支店を宮城野支店内へ、泉中央支店を南光台支店内に移転集約した。これによって、仙台県における店舗は、実質4店舗となった。東京支店は1898年10月、日本橋に開設された。これは東北の地銀界では77銀行に次ぐ2番目の東京進出であり、店歴を誇っている。支店開設の目的としては、日清戦争後の経済の勃興に即応することや、中央市場との連携強化を深めることに置かれた。開設後には、順調に業用を拡大させるも、太平洋戦争終戦直前である1945年6月、各地銀東京支店が、地銀統制会から空襲により、焦土化した東京より引き上げる旨を指示されたため、やむなく閉鎖となってしまった。1949年には、取締役会において、支店復活の決議を行うも、大蔵省や連合国軍、最高司令官総司令部の認可がなかなか下りなかったため、営業再開となったのは、1952年に入ってからのことであった。これを受け、1962年には、東京支店ビル建設を目的とした系列の両銀不動産を設立。2年後には地下2階、地上10階の両銀ビルが京橋に竣工した。その建物も老朽化したため、建て替えられることになり、2016年7月、東京支店は近隣の明治や京橋ビル3階に仮移転している。本庄支店は1890年7月5日、設立の本庄銀行をその起源とする。同行は本庄周辺における唯一の銀行として運営されていたが、日露戦争後の放売経営による不良債権の増加と背任事件の発生から取り付け騒ぎが生じてしまい、大蔵省から預金受け入れ停止命令を受け休業となってしまった。このため、本庄の有力者の間で再建の機運が高まり両府銀行へ救済を申し入れた。そこで同行は支援体制に入ることとし、由利銀行への称号変更、両府銀経営陣による増資の引き受け、高坂駒太郎同行頭取の頭取兼任等の施策を講じ、1920年には大蔵省から預金受け入れ停止命令解除の受け営業を再開した。こうした紆余曲折を経て、1926年7月15日には両銀との合併がまとまり本庄支店となった。その後数度の移転や改築を重ね、1994年7月、現在地に新築移転。今日に至っている。1970年代に入ると高度経済成長が進展して地域経済の広域化が進んだ。それに対応するため、1970年3月には郡山支店、1971年5月には宇都宮支店、1973年4月には大宮支店が開設されている。札幌支店は1987年9月12日、新潟支店は1991年11月11日、秋田支店は2000年にそれぞれ採算性等を踏まえ、廃止となった。2007年に営業支援部の前身となる情報開発部を設置。山形大学工学部、道農学部、鶴岡工業高等専門学校、東北芸術工科大学、東北交易文科大学と産学連携協定を締結している。また、山形県企業振興公社との商談会の共催のほか、本部と営業店との共同による PFI や A ビールにも取り組んでいる。日経 BP 社が展開する日経ベンチャー経営者クラブと提携し、ヤマギン、日経 BP 経営者クラブを結成している。また、県内リーディング企業の異業種交流の場として、山形企業経営研究会を発足させている。野村証券、大和証券、三菱 UFJ 証券、新興証券、有限責任あずさ監査法人と業務提携し、取引先企業に対する株式公開に至るまでのサポートを行っている。また、野村証券とは、コモディティデリバティブ売買業務取扱いに係る業務提携も締結している。山形県の指定金融機関であり、山形市、米沢市、新庄市など県内陸地方における下半の自治体の指定金を受託している。また三菱東京 UFJ 銀行とともに県と連携協力協定も締結している。勘定系、情報系などの情報処理システムは、82銀行のシステムをベースとし、山形銀など地銀7行が参画。そして、日本 IBM が運用及び保守を担う10段階、共同版システムを採用する。個人、法人カードにて77銀行、東邦銀行、秋田銀行の3地銀と ATM、相互無料開放が行われ、特に77、東邦銀とは、マイキャッシュポイントと呼称している。経常収益としての公表値。米沢藩旧士族の銀行。廃藩の際に、君主、上杉持則からの寄贈金で創設。2009年11月20日をもって営業を終了。ありがとうございます。